せっかく春休みだっていうのに、彼方に付き合って春休みの特別講義か。あまり春休み気分は満喫できないかもね。だから無理して付き合わなくていいって。心配すんな、適当にうまくやっから。無理、絶対無理。彼方は首輪をつけてでも連れてかなくちゃ逃げる。とかなんとか言ってるけど、お前ら俺と離れたくないだけだろ。え？たく、素直に言えばいいものを。はいはい。はいはい、言ってろよ。特別講義に参加しないといけないなんて、不良くんって頭悪いんだ。あ、りょうくん。なあ、もう一度言ってみろ、こら。かなたってば。事実だから何度でも言ってやるよ。っていうか、何度も聞きたいの。不良くんって悲しくなるくらい自虐的なんだね。てめえ、今日という今日は絶対倒せ。また始まっちゃった。はあ、長くなりそうだから先に帰ろうか。そうだね、そうしようか。こら鈴や、俺を置いてくな。こんな奴と一緒にいたくない。アホが映る。だとこの羊野郎、表出ろ。俺が相手になってやる。僕をその呼び名で呼んでいいのは彼女だけだ。やれやれ、ここまで来ると止める気にもなれない。確かに、ほっとくのが一番だね。やれ合ってるだけだし、俺たちは帰ろう。そうだね。おい、お前まで俺を置いてくな。待ってよ、不良くんはともかく、僕は連れてって。ふう、なんとか片付いたかな。案外早く終わっちゃった。これからどうしようかな。そういえば課題が溜まってたな。早いうちに片付けちゃおう。あれ、あそこにいるのは。勉強中かな。ヨウくん。なっ。サリュ、急に声をかけられたから驚いたよ。でも君に会えて嬉しいな。ヨウくん、それ何？これは何でもない。君も勉強しに来たの？うん、今のうちに春休みの宿題を片付けたくて。でも難しい問題が多くてお手上げ状態。ヨウくん、確か天文力学得意だよね。教えてほしいな。上目遣いでその言い方は卑怯だ。でも君の頼みは断れないからね。腕によりをかけて教える。あれ、この文法間違ってるかな。ちょっとだけ。腕によりをかけては料理をするときに使う言葉かも。そうか、日本語は奥が深い。実は日本語の勉強をしていたところなんだ。ヨウくん、日本語すごく上手だと思うよ。僕なんてまだまだだよ。日本語は難しい。だからこっそり勉強してるなんて恥ずかしいから知られたくなかった。ヨウくんは頑張り屋さんだね。そこまでしなくても今のままでも十分じゃない？日本語は一つの言葉に様々な意味を合わせ持つ言語。君が話した言葉の意味を全て理解したいって思うと全然足りない。ヨウくんは努力家なんだね。努力家かな。僕は君の気持ちをもっと知りたいから勉強してるだけだよ。
フランスの人たちって自分たちの言語をどの言語よりも美しいと思っていて、誇りを持っているって聞いたことがあるけど、ヨウ君はそうじゃないの？それはフランス人だけじゃなくて、どの国の人にも言えることだと思うよ。誰もが自分の国の言葉が一番だって思っているんだ。自分たちが毎日話す言葉に愛着を持たないと、意思をうまく伝えることができなくなってしまう。適当に話した言葉に思いはこもらないから。確かに僕はフランス語を愛してるけど、君が話す日本語も好きになりたいんだ。って、こんな話をしてる場合じゃないね。腕によりをかけて、じゃなくて一生懸命教える。うん、お願いします、陽先生。この問題はニュートンの運動の法則とバイオ引力の法則に基づいて、天体の運動と力学を。うんうん。ヨウ君？な、僕のお腹の虫が鳴いたみたいだ。僕、お腹すいた。続きは何か食べてからにしようか。恥ずかしい。君の前でお腹の虫が鳴るなんて。大丈夫だって、そんなに照れなくても。あ、今の、君？うん、僕のが映ったのかな。お揃いだね。私もすっごく恥ずかしい。恥ずかしがらないで。お腹の虫も君と同じくらい可愛いから。うん。あれ、僕おかしなこと言った？顔が真っ赤だよ。早くご飯食べに行こう。うん、そうだね。もうすっかり春の匂いがする。あれ？綺麗だな。ヨウ君に教えてあげよう。ヨウ君？おはよう。こんなところで君に出会えるなんて、今日はいい一日になりそうだ。偶然だね。今ちょうど呼びに行こうと思ってたんだよ。僕を？どうして？桜が満開だったから、ヨウ君に見せてあげたくて。もしかして桜見るのって初めて？うん、初めてじゃない。フランスにも桜の木があってね、桜の花が咲くたび今みたいに見上げて日本のことを考えてたんだ。日本のことを？正確に言うと君のことだけど、桜の花は可憐でけなげだ。まるで君みたいだなって思ってたんだ。ヨウ君ってば。満開の桜よりも君の方が綺麗だけどね。こうして一緒に見上げられるなんてすごく嬉しいよ。私も嬉しい。僕は来年も君と一緒に桜を見たいな。一緒に見られるかな？もちろんだよ。来年も一緒に見よう。今から楽しみだな。きっと来年も綺麗な桜が咲くよ。そんな気がするんだ。どうしたの？
桜の花びらがついてたの。それを取ろうと思ってありがとう。君の頭にも桜の花びらがついてるよ。でもこのままにしておくね。君には桜の花びらがよく似合ってるから、かわいい。もうヨウくんたら。おはよう。待たせちゃった？カナタがなかなか起きてくれないから参ったよ。あ、スズヤ、おはよう。カナタはまた寝坊？スズヤは起こし方が雑なんだよ。もっと優しく、ケネテ君、朝ですよとかなんとか工夫しろ。はいはい、カナタ君は甘えん坊ですからね。明日からはヘッドロックでもかけて起こすか。そりゃないよ朝から二人とも元気なんだから。どうした？何か気になるのか？ごめん、先に行っててくれる？すぐに追いかけるから。おい、どうした？忘れ物か？先に教室行ってて。ヨウくんいるのかな？いないみたい。さっきのは気のせいだったのかな？やっと退屈な講義が終わったぜ。そういやお前、朝どこに行ってたんだ？ヨウくんの部屋、一緒に講義受けようって誘いに行ったの。お前だ、むやみに男子寮に行くんじゃねえよ。もしも何かあったらどうすんだよ。何もないって。彼方の考えすぎだよ。考えすぎなもんか。男ばっかの寮に女一人で行くんじゃねえ。大丈夫だって。つうか、お前はもっと考えろ。もっともっと警戒しろ。はい。本当にお前は分かってるのか？そもそもお前は危機感ってものをだな。そういえばお前、実家から電話あったって？うん、春休みは帰ってこないのかって。夏休みやお正月はちゃんと帰ってたから、おばさん心配してるんじゃない？うん、お母さんがちょっとだけね。でも彼方の事情を話したら応援してあげなさいって言われたよ。悪いことしちまったな。おばさんにまで心配かけてマジでごめん。いいよ、気にしなくて。幼馴染なんだからね。悪いと思うなら2年からは頑張れよ。へいへい。でも書いたら間違いなく太ってたと思うし、ダイエットにはなったかも。スズヤの母ちゃんは大量の飯作って待ってるからな。あの量は半端ね。成長期の俺でも食いきれない。母さんは美味しいものを食べさせておけば子供は育つと思っている人だから。それに余るくらいの量がちょうどいいと思ってるみたいなんだ。スズヤママのご飯は美味しいからついつい食べ過ぎちゃうんだよね。でもカナタはマユミさんにお説教してもらった方が良かったんじゃないか？この調子だと来年も俺たちに春休みは来ない。そうだね。カナタは一度マユミさんにきつくお説教してもらった方がいいかも。きぃ、母ちゃんにこき使われるくらいならここにいて勉強してた方がマシだそんなこと言っちゃって。さすがのカナタもまゆみさんには頭が上がらないもんな。あれしろこれしろってうるせんだよな。運動部並みにしごいてきやがる。まゆみさん若いから。カナタと並んでると
誰も親子だと思わない。うん、あゆみさんすごく綺麗だよね。あんなのただの若作りだ。俺はスズヤんとこのおばさんの方がいい。素直じゃないんだから。料理上手だし、うるせえこと言わないし。そうかな。俺は父さんより母さんの遺伝子受け継いでると思うけど。あ？おばさんもスズヤに似て説教好きの世話好きなのか。あのね、似たのは俺の方だって。そうだね。ごめん、教室に忘れ物しちゃったみたい。取りに行ってくる。本当に？俺たちもついて行こうか。大丈夫、二人とも先に帰ってていいから。また後でね。ようくん、今朝どこにいたの？部屋まで行ったんだけど、いないから。先生に呼び出されてた。僕を呼びに来てくれたの？ごめんね。いいよ、勝手に私が行っただけだし。それに大した用事じゃなかったんだ。ただ特別講義を一緒に受けないかなって思っただけ。ヨウ君、寮に残るなら退屈じゃないかなって。ありがとう。それにしても君たち三人は本当に仲良しだね。え？さっき一緒にいるところを見かけたよ。仲良しっていうより腐れ縁ってやつかも。声かけてくれればよかったのに。楽しそうに話していたから邪魔をしたくなかった。邪魔だなんてことないよ。みんなヨウ君のこともっと知りたいと思ってる。僕のことは気にしないで。この性格だから友達ができない。ヨウ君っていうよりは別にいらないと思ってるからなんだけど。それでも三人を見ているとすごく羨ましくなる。こんな気持ち初めてだよ。不思議な気持ちだ。もうちょっとだけ愛想よくすればいいのに。ヨウ君は性格悪くないんだから。人があんまり信用できないんだ。どうして？この外見のせいで嫌な思いをしてきたから。からかわれたり利用されたりするくらいなら最初から一人でいた方が楽。ヨウ君はもう一人じゃないよ。あ、それに私たちももう三人じゃない。ヨウ君が加わって4人になったから。気持ちは嬉しいけどごめん。今まで人との関わり合いを避けてきたから彼らとどう距離を取っていいのかわからないんだ。まずはお互いを知ることからだと思う。時間をかけてゆっくり歩み寄ればいいだけだよ。私とだけじゃなくて鈴谷とカナタと4人で一緒に過ごしてみない？きっと楽しいと思うよ。それも悪くないかもね。つまらない話しちゃったね。君に言うつもりはなかったんだけど。どうしてかな、君といると正直な気持ちを口にしてしまうんだ。ヨウ君、引き止めちゃってごめん。二人に心配かけたら悪いからそろそろ戻った方がいいよ。二人には先に帰るように言ってあるよ。あの二人が君を置いて帰るようなことはしないよ。ほら。スズヤ、カナタ。カナタがお前のことが心配だからどうしてもって。二人とも。バカ、何バラしてんだよ。カナタ、つーか羊マジでいるし、今日は羊と会わなくて済むかと思ったのに。こんなこと言ってるけど、カナタは朝トモエ君を探してたんだよ。やっぱり。スズヤ、余計なこと言うんじゃねえよ。羊がいない方が勉強に集中できるから安全確認してただけだ。はいはい、そういうことにしておくよ。まったく
素直じゃないんだから、カナタは。だからちげえって言ってんだろ。トモエ君、本当に探したんだよ。どこにいたの？食堂でも見かけなかったし、朝ごはんはちゃんと食べた？トウズキって、お母さんみたい。それ当たってるよ、ヨウ君。お母さんだってよ。スズヤ、年齢も性別も詐称してることバレてるぞ。あの女、人がせっかく心配してるのに、まったく。二人が心配してたのは私だけじゃないみたいだね。俺は心配なんかしてねえし。もうカナタは素直じゃないな。おせっかいな奴らだ。え？今の？マジかよ。羊の腹の虫か？ガキみてうるさいな。トウズキ、お腹すいた。なんか作って。ヨウ君、お腹空いちゃったんだね。スズヤに甘えるな。つーか、お前は犬か。驚いたけど、ここまで素直におねだりされると作らないわけにはいかないな。今日は肌寒いから温かいスープが飲みたい。メインはお魚、あとデザートはうーんと甘く。美味しそう。それいいね。おい、スズヤはレストランじゃねえぞ。贅沢言ってんじゃねえ。塩でも舐めとけ。カナタ、塩って。不良君は舌までかさつそう。そうかもね。なんだと？二人ともそこまで。美味しいご飯作ってやるから仲良くしなさい。あ、わかったよ。仕方ない。餌付け成功と。さすがスズヤ。